あ、そうですね。やっぱこう動画撮ってる、ね、その動画撮ってる時ってやっぱこう一人やし、こう割とこう僕関西弁出さないじゃないですか。うん、だからあの雰囲気がね、その関東とか遠いところから見てくれてはる方の印象って結構僕なんかこう真面目そうに映ってると思うんですよ多分ね。なんかこういい人そうというか、うん、しっかりしてそうとかっていう印象をお持ちなかった。まあ実際コメントもあったし、うん、それがまあそれ印象なんでしょうけど、全然そんなことないですからね。うん、ただの口悪関西人ですからね僕は。全然だね。だからその辺をね、やっぱこう打ち破っていきたかったっていうのがあったんですよ。だからね、なかなか、うん、生放送で、うん、出せたかな。で、あとは、うん、うん、うん、あ、はいはい、はいはい、はいはい、でも、電話の対どういうことですか。なんか、Twitter とか、はい、はいはい、あ、まあ、もうボケてますね、もう完全に攻めますね、はい、マジですか。いやいや、そんなことないでしょ。いや、すぐ死ねとか言ってるでしょ、僕。遅刻というか、その朝の集合時間の話ですけど、言い訳させてもらっていいですか。前日、ちょっと嫁のね、友達が来てたんですよ。家に。で、僕家帰ったら、マリオカートしとったんですよ。スーパーファミコンなんですよ、しかも。僕がちょうど行った時は、レインボーコースってわかるかな。そうそう、塀なくてピューンですぐ落ちるとこで、あの地面眩しいところ、うん、レインボーロードかレインボーコースかなんかちょっと忘れましたけど、そこやってて、なんか越されへんと、うん、いろんなもん貸せば語れと、で、やってて、でね、十何年ぶりにコントローラー握ったんですよね、スーパーファミコンの。あれね、久しぶりにやると何もできひんですね。ただ、だってから、レインボーロードって 100cc なんですよ。で、その下のクラスが 50cc、はい、いきなり 100cc やったもんやから、もう落ちまくりで、もうゲームにならんと。で、もうあまりに悔しくて、結局その中から、なんやろ、あれ、負けたらリタイアして、もう一回一からやらなあかんのですね。で、常に4位以内に入りながら行くと。で、僕なんかそのレインボーロードまでの道、コースは3つかな。ちょっと慣れてきて、1位、1位、1位で来たんですよ。で、お見とけと。俺ががっつり1位取ったるわっていうことでやったんですけど、もう、あっこだけは全然無理で、何回やっても8位になるんですよ。7位かな。めっちゃむずいみたいな。で、その、なんだろう、お友達らが帰った後も、一人で、ラップタイム刻んでました。レディースレースして、悔しすぎて。で、ちょっと待って、つって、レインボーロードの、リザルト教えてって言って、これ何秒で走ったらコンピューターに勝てんのって言って、聞いてて、で、なんか、なんぼってたから、1分30秒がなんか YouTube とかでめっちゃ速い人のタイムで、そうとか、それ俺行くわって言って、何回やっても僕の自己ベスト2分3秒なんですよ。いやー、もう岡山と一緒、2分切られへん、全然切られへん。いやー、まあ、むかつくで、あれね、ずっとやってたら俺、分かったっす。目がチカチカしてやばい。レインボーやばい。でもうだから、任天堂64でもなく、スーパーファミコンのマリオカート、ほんまに目チカチカする。で、2P 対戦でやってるから、画面分割なんですよね、うん。上下で分割やから、また狭いんすよ、画角が。でもう完全に目やられて、ちょっと前日のダメージがあって起きれなかったっていうのもあるんです。でもまあ、うん、なんだろう、僕が定時に来なかったじゃないですか。うん、でも驚いてる人って少なかったと思う。うん。そう、だから、あ、安定ですねって。うん、何人かの人は、あれ？ゼンマイさん来てない？ 7 時じゃないの？ってなったと思うんですよ。うん、でも、やっぱね、ハードコアなゼンマイのファンは、いやいや、そりゃそうでしょと。7時言うて7時に来るわけないやんって。そう。だから7時に集合ねって言って6時半に来る人は僕のこと分かってない、うん、7時って言われたら7時15分に来るのがコアなファン、うん、でもねこれねたまにですけど僕7時って言って、ちゃんと6時45分とかに来るときあるんですよ。でそれを逆算して7時15分に来た人には僕えげつないですからね。
うん、あーそら、いや自分なって言って15分遅れてきたけどなんかあるんちゃうのって。はい、僕年上にも言いますからね。確かに脱いだらいかついですね。いや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 、え、昔からいかつかったんですか。はい、あーでも濃い顔ってモテるっしょ。いや絶対モテるっしょ。いや、うん、認めちゃった。あーなるほどね。はいはいはい、あーなるほどね。私が薄い顔やから羨ましいですよ。うーん、薄顔なんでね。特徴的な顔してますよね。あいつ変な顔してるでしょどう考えても。あいつ変でしょどう考えても。まあなんか、なんだろう、一般的にはかっこいい、かっこよくないと思うんですけどね。でもどうなんでしょうね。まあでもなんかそのブサイクかって言われたらそれはないと思う。それはわかるんですけど、かっこいいかって言われたらやっぱこうなんやろ、中身知ってるだけに修正かかるんですよね。ああ、見れない。そう、変なやつやから。まあ、この間のライブ見てるときに、はい、だから、前髪、メガネ、前髪の、はいはい、上にメガネのこの棒を背負ってくるタイプなんです。あ、だからメガネが外側ってことね。あー、気持ち悪いですね、あれ。いや、てか、なんでメガネかけてきたんって思いましたもん。もうやる気ないでしょ。だから、あいつね、全部やること言えや思ってる。木村君は男前なんですよね。あ、まあ木村君は変なやつですけど、いや、あれは男前でいいと思います。ね、そう、だから僕もその、なんやろ、客観的にね、物事見れる自信はあるので、うん、木村君はほんまに男前でいいと思います。ただ、言動気持ち悪いだけなんですよ。彼は。うん、田中君は行動が気持ち悪くて、木村君言動が気持ち悪い。だから何やろうな、あの昔ね、めっちゃ毛長かったんですよ、木村君って。めっちゃキモかったんですよ。めちゃくちゃキモかったんですよね。で、ある日を境に切ったんですよ。で、めっちゃ爽やかになっちゃったんですよ。で、うわ、切ってるやんって言って。で、いや僕的にはその気持ち悪いの面白かったから、いやちょっと俺残念やわって、前のキモいのが好きやったのにって言ったら、本人はね、自覚してるんですよ。いや僕もキモいの気に入ってたんですけどね。あ、まあまあね、キャラは濃ゆいっすね。だから結構なんだろう、その今日に至るまでにツーリング行くんですよみたいな話をしたら、偏見がすごいんですよ。全枚の客層でしょみたいな。わかります？この偏見。こうきっついのばっかなんでしょみたいな。いや、そんなわけないでしょ。みんないい人よね。もうご覧の方もういい人しかいないじゃないですか。あ、これ、あか、うそー、置いてけぼりですやん。カニエインターチェンジか。なんか聞いたことあんな。あ、これもうすぐあります。はい。ウィリーしますわ。わかるかな。わからんか。そんなに浮いてなかったけど。いやー、めっちゃ LED 緑ですね。そうそう、だってそのバーエンド、あの機能つけた新品ですからね。それだってあれでしょ、デートランナーか4000円ぐらいするやつでしょ。でもなんかちょっと右のバーエンド、はい、掴んでますよ。捨てましょう。捨てよ。まあツーリング、あ、ほんまに斜めてるわ。げんなりしてますわ。いや、まあね、ツーリング行ったらポロってなんか取れるのがね、あるあるですからね。まあでも愛知って何でしたっけ、日本で一番運転荒いんでしたっけ。ねえ、でも俺思うけど、そんな荒ないっすよ、愛知の人って。御堂筋ほんま見てほしい。マジで。全然荒くないけどな、なんか。はいはいはい。え、何走りがあるんですか。あ、知らない。知らないのに言ったんですね、今。ああ、なるほど。いやー、なんやろ、でもほんまに、荒い、この人たちが荒いとは思ったことはないっすね。まあ夜とかであれなんかな、そのタイミングとかで荒い人がいたりいなかったりするのかもしれないですけど、あの、御堂筋はいつも荒いですからね。100% 荒いですからね。歩いてるやつでさえ荒い。荒い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 。荒ぶってるんでね、全員。トムスコーヒーさんですよ。
あの Google マップ見ました？あのなんかほら写真とか投稿してるでしょ Google で。あ、そこまで見てないです。あ、見てないですか？全然やる気ないですよ。はい、いや美味しいね、このなんかパスタとかあのトースト、ほらなんかあの京都の五重の塔みたいなこうバババババンってなってボンってなんか最後にあの なんとか映えしそうな、はい、そういうなんかすごいこう 甘々なスイーツ感覚 のトーストが確かあるんですよ、はい、うん、あれを田中君に食わしたら思ったんですけどね欠席ということで、ね、彼は真面目だと言いたいんですか？イメージはイメージはいやいや真面目じゃないですよ、ほんまか、はい、どんだけやんちゃなんていうぐらいやんちゃっすよ、ほんまか、はい、今日でちょっといやでも彼は真面目ぶってるっすけど、今はね、今でこそ、はい、まあ丸くなったというか角が取れたというか。どれぐらいの付き合いなの？僕で10何、多分12から4年ぐらいですかね。仲良いことね、いやほんまに仲良くさせてもらってましたよ、そうそう、やっぱりね、なんか僕がね、例えば雇っている人間が年下の部下だとするじゃないですか。そしたら年上の僕が年下に言うとやっぱきついんですよね。だからこう、僕が年下で上に言った方がちょっと冗談にも聞こえるし、なんかやりやすいと思う、向こうも。やっぱりこう、社内が楽しくないとお客さん楽しくないですよ。だって僕と川口がすごいギスギスしてたら仮にね絶対伝わるっすもん。それはないんで、まあ、楽しいですけどね毎日、まあ一人の時のことを思えばやっぱ楽しいですよ毎日は。だから今日川口さん、はい、今日川口は僕ツーリング来て会社いないんで死ぬほどテンション高いと思います。下手したらスキップとかしてるんです。まあだからもうあれですよ、回数ガソリンとか入れんでいいですよ。カラッカラでいきましょう。川口さん往復できましたわ言うて。かからんねんけどみたいな。いやネズミ捕りみたいな座り方あれ。やめて。いや全然いいじゃないですか。だから、燃料も入れんとちょっとその辺の草むらさって入って、なんか草かなんかつけて草生える言うて返したらええですよね。これ作法でしょどう考えても、これ運動置いたら事故でしょ。よしよ。いやでもこれね、うわポールあんのかい。いやこれね思ったんですけど、今まで150キロぐらいかな、ゼンマイから乗って思った感想言っていいですか？軽トラより絶対楽。この KTM 690SMCR レディートゥーレースは軽トラより楽です。絶対軽トラより楽、こっちの方が。何がすか？軽トラで岡山行くより絶対こっちで岡山行ってこう早い楽。なんやろほんまにこんなにしんどくないバイクってあんのっていうぐらい楽っす。うわーこれはめちゃめちゃいいわ。何の不満もない今んとこ。ま、いやそうなんですよ。あだから多分帰りでしょうね不満でんの。高速道路乗ったら点にされたらその時にこれはレディートゥーレースじゃないって言いそう。レブが8000回転ですからね、まあ6速とで水温もなしということでね、バーグラフなんですけど、まあ水温上がることはないでしょう今日は。でね、これナビお願いしといてあれですけど抜かしましょうか。いやすごいな愛知って、なんか綺麗なお店多いイメージですわ。なんかこんなね、モーターハーレーすげえなー。正社員募集、給料、メカニック、いやどれぐらいなんでしょうね給料ね。は
ハーレーダビッドソンなんでね。ブライさん、こんばんは。チラチラ見てますね。え、どこですか。この横の車ですね。ほんまに向いてますこっち。めっちゃ話してますよ。全然向いてないでしょこれ。今目合いました。今目を出ます、ね。手振ってください。あー、嫌われるタイプですね橋本さんはね。あー、なるほどね。確かにね。鼻さん。あ、鼻くそつけた。ということ。うわー、これ。あ、ハル君びっくりして振り向いてもうた。もしかしたらあー言ったら運転席の人にも聞こえたんかもわかんない。あれ完全鼻くそつけたでしょ。これでももう着くんじゃないですか。ほんま20分かかるんですか。こんな雰囲気でしたよでも。そうですよね。すごいすごい。いやでもこれ多分急に着くんやろうな。あ、ぽいっすね。ねえ、あ、ここかみたいな。多分そんなんやと思うんですよ多分。だから今橋本さんの、あ、ここかが僕、あ、そこなんやと思ったっすもんね。はい、今完全騙されましたもんね一回。あ、もうすぐかな。やっぱあれっすかね、着いたらレクサスみたいな感じでこうお辞儀して待ってるんですかね。あ、絶対ないんですねこれは。そうですね。なるほど。お、左もう着くでしょこれ。なんぼなんでも。え、いやいやいや、縁起でもない。レディートゥーレースと、いやいや、レディートゥーレース一番遠いでしょここ。だから、ま、あの、マナーないの。マナーないの。いや、レディートゥーレースとあってはならない場所ですよこれ。ねえ、ねえ、これ一時停止の取り締まりとかやってそうですね。でも、ハル君止まりないよ。目の前で捕まるとこは面白いけど。俺は笑うよ、悪いけど。止まって。はい、止まって。まあ僕そういうの言わないタイプなんでね。はい。いやでもなんか Google のナビ見た感じこんな感じでしたけどね。いやー、あ、これや。これ右手です。これです。あ、ここ。はい。なんかちょっと待って。おお、着きました。え？え、なんでおらんの誰も。なんか入っとんじゃん。ああ、え、いや、バイクないよ。え？え？え、どういうこと？え、ここじゃないですか？いや、ここっすよ。え、トムコスいてんじゃん。トムコス違いですけどね。はい。先ついちゃうパティ。なるほど。新しいな。ちゅうことで着きましたということで待ちましょうかね。そうですね。はーい。はいーす。